なんだ、また早起きしろって怒られたのか。ああ、早起きできるようにか。ノクト、明日の早朝海岸にトレーニングしに行くぞ。仕方ねえな。それじゃ明日早朝に起床な。しっかり起きろよ。あそこが良さそうだな。こっちだ。どこだよ。トレーニングって何やんだよ。ま、せっかく砂浜があるからな。走る。はあ、そんだけ。ま、走ってみたらそんなことも言ってられねえさ。砂浜ってのは走るのがきついからいいトレーニングになるんだぜ。早朝だしな、体を起こすにはちょうどいいだろ。どうせなら勝負にするか。勝負？お前が負けたら毎朝俺のトレーニングに付き合ってもらうとかな。マジかよ、絶対負けられねえし。あそこがゴールだ。それじゃ始めるぜ。よー、スタート。グラディオのやつ早え。そんなんじゃ負けちまうぞ。やるじゃねえか。まあ早朝から砂まみれになって帰りゃイグニスも何も言わねえだろ。すげえ特訓しましたって顔しとけよ。なんで早朝にって思ったらそういうことかよ。まあ早朝の景色も意外といいもんだな。それだけでも早起きの良さが分かりゃ十分だ。じゃあ帰るか。今日はよくやったな。ちっけえんだよ。やればできんだ。よう、調子はどうだ。今日はどうするんだ。標的たちだ。準備は万全にな。あ、飯ちゃんと食ってるか。何か食ってくか。ちょっと待っててくれ。いただきます。食いすぎは毒だぞ。
夜のドライブは危険だ。また出直そう。んじゃあ俺が運転変わるわ。仕方ない。ただあまり無茶はしないでくれ。ノクト、本当に大丈夫か？かなり暗いぞ。これくらい問題ねえって。イグニスは休んでてくれ。気分転換にはなるな。調子はどうだ？さすがだな。ここら辺のことなら聞いてくれ。タイミングバッチリだぜ。
肝皮って感じかな。おはよう。うん、綺麗になったよ。